私、兄を探したいんです。20年前に生き別れた兄を、今このワノ国にいるかもしれないんです。兄の名前は光月桃之助。私は妹日和と申します。得得せよ、ワノ国の覇気竜王。モノスケの妹。やっぱり勇気を出して行ってみてよかった。ちょっとした賭けでした、うん、兄をご存知なんですね。兄は無事なんですね。待て、落ち着け、頭を整理する。この光月家復活が噂される時期に、強くて親切な海外のお侍様がいるということは、兄の協力者かなって、うん、あ、それとも兄を追う敵。味方だ、まずは味方だ。よかった、金右衛門は無事に生きているかご存知ですか。勘十郎も雷蔵も菊之丞も、みんな一緒ですか。菊之丞、菊のことか。ああ、だが待て、どうもしっくりこねえ。お前本当に桃の妹か。ご説明します。なるほど、確かにそうだ。20年前から飛んできた桃は8歳のままで、妹のお前は20年分年を重ね、今じゃ26歳ってわけか。はい。